こんばんは。揺れた。一瞬揺れました。こんな一瞬の、あ、ちょっとでも。わかんないや。こんばんは。一瞬揺れましたね、今。こんな一瞬だけ揺れるとかあるんだ。確かに地味にまだ揺れてる。こんばんは。ありがとうございます、ギフト。ありがとう。こんばんは。なんかめっちゃ目がさ、なんか、前髪が気になる。なんか揺れてるような気がする今も。気のせいか。ありがとうございます、ギフト。こんばんは。こんばんは。すごい、まだあれなんですね。この背景が。お祝いモード。お祝いモード。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。どこで揺れたんだろう。どこで揺れたんだろう。名古屋近辺だけど全く分かんなかった。どこで揺れたんだろうね。気になるそれが。すごい、あんな急に急に、まあ地震って急か、なんかバンって揺れて、強い強いくはないのか分かんないけど、あんな感じなの。すごいあれだよね、珍しいよね。こんばんは。ありがとう、ギフトありがとうございます。こんばんは。こんばんは。寒いね。震度1だって。やっぱそれくらいですよね。こんばんは、ありがとう、ギフト。今日まつげめっちゃ綺麗なんですよね。素晴らしい。あいち揺れたよね。揺れてました、さっきね、一瞬ね、一瞬揺れてました。こんばんは。なんだろう、なんかめっちゃ右目がさ、なんか変な感じする。ゴミついてるだけだった。下まつげにゴミがついてるだけでした。なんだ、こんばんは。
メイク綺麗、嬉しい。今日も別に全然そんな、ちょっと踊るだけなのにメイクした。気分が上がらなくて気分が上がらなくてメイクした。そうです、あの言えなくて、タコスのダンス動画、パフォーマンス動画、パフォーマンスビデオか、公開されたのでぜひ見てください。タコス、めっちゃ寒かったんだから、あれ S だけ外でチーム S だけ外で撮ってさ、めっちゃ寒かったんだから、もう風強くて朝早かったしぜひ見てください。めっちゃ寒かったし風すごいしありがとうございます、ギフトありがとう。そう、しかもなんか本当にさ、なんかめちゃめちゃ工事現場みたいなさ、途中みたいなところで撮らせていただいてて、そう絶対あんなとこで踊らない気がする今後そうだからレアですね、こんなまだ完成してない会場だから、ありがたいですね。チームSでも外で撮ったんですけど、でも中もなんか見学させていただける、いただけていただける、いただけて、なんかもちらっと見ました。こんばんは。ゆうとありがとうございます、ありがとう、こんばんは。夜ご飯にお肉食べたんだけど、めっちゃ煙の匂いして無理この辺一帯が煙の匂いしてめっちゃ嫌だ、最悪やだ、せっかく可愛いお洋服着てるのに最悪、こんな時に。こんばんは、ありがとう、ギフトありがとうございます。こんばんは。寒いなぁ、寒いなぁ、めっちゃ寒い今日も。ほんと夜とか余計寒いよね、なんか普通にしてても寒いのに、お昼とかでも寒いのに。ありがとうございます、ギフトありがとう、こんばんは。リハは順調だったのかな、
うん、なんか短時間で覚えた割にはできるじゃんってなりました、自分できるじゃんって思いました。ありがとうございます、ギフト、ありがとう、ありがとうございます、できるじゃんって思いました。踊ってる時めっちゃ暑かったんだけどね、まあそりゃそうだよね、動いてるからね、踊ってる時はもうとんでもなく暑かったんですけど、もう今は全くめちゃめちゃ寒い。顔強い、嬉しい。今日でもまつげが綺麗なんで、それのおかげかな。ここだけすごい嫌だな、この一個だけ出てるやつ、これめっちゃ嫌だ、これ。まつげ美容液使ってる、使ってます、使ってます、塗ってる、めっちゃ塗ってますね。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、ギフト。ありがとうございます。MV 見てきました。MV 確かに MV みたいなものですよね。ぜひ見てくださいね、言えなくてたこそのパフォーマンスビデオ、パフォーマンスビデオぜひ YouTube で公開されたので見てください。こんばんは、なんかやっぱ今のチーム貴重だからね、やっぱ一つでも形に残るものがあるといいですよね、とっても。あの衣装かわいいよね、ねえ本当にかわいい、なんか全身見るとめっちゃかわいいよね、めっちゃ可愛いんだよね。私黄色とピンクってめちゃめちゃさ、あのなんだっけ、相性いい、可愛かった見てて。ゆずきちゃん的に一番好きな衣装なんですか。めっちゃ難しいな、好きな衣装なんていっぱいあるよ。一番むずいですね。なんだろう、一番好きな衣装か、
なんだろうな。でも自分の名前が書いてある衣装はやっぱり好きですかね。自分の衣装なんで自分の衣装なので自分の名前が書いてあると気合い入るかな。でもきっと一番高級な衣装はあれですかね、一宮津の衣装かな一宮津の衣装かな、一番高級だと思いますあれは着てても思うし見てても思うし、私本当になんだろう、一個しかないから、そうかな。でも8期の衣装も好きだけどね。なんか今までその8期といったら何の衣装だろうっていうのがなんかあんまりなかったから、まああること自体がすごいありがたい話なんだけど、オリジナルの衣装があってプラスこの期って言ったらこの衣装だよねみたいなあるのってすごい誰にでもあるわけじゃないからさ、すごいあれなんだけど、パチパチパーチーの時も衣装作っていただいたのでそれも好きかな。あとはなんだろう、衣装か。でも何でも好きなんですよ私本当に、何でも可愛いなって思うから何でも好き何でも好きです、全部好きだよ。こんばんは。全然なんか短パン短いズボンの衣装も好きだし、まあ、あんまり長いスカートの衣装ってないけど、長いスカートの衣装、まあ、あったとしても好きだろうし、長いズボンでも好きだし、ミニスカートも好きだし、何でも好き何でも好きです。着てみたい、着てみたい衣装、なんだろう、結構着てる気がするんだよね、着てみたい衣装って言っても。何かな、着てみたい衣装か。むずむず、着てみたい衣装、何かな、着てない衣装考えるのが大変。まあそれはそうだね、結構なんか結局グッズの撮影とかでも着させていただくこと多いから、スキーの衣装って言ったらもうなんかほとんど着てる気でいるんだけど、そう絶対そうでもないんですけどでもなんか着たいのは着てる感じもするかな、どうだろう、あれ着てみたいなと思って、うわーなんだろう、わーでもあれとか好きかもしれない、バンザイヴィーナスとか、あの白と水色のあの CD のジャケットの写真の衣装、あれスカートタイプとさ短いズボンのタイプあるじゃん、あれああいう感じの好きですね。なんか後ろがちょっと長めのコートみたいな感じで履くものが短い系は好きかも、全部そういう系は好きかな。うん、こんばんは。あと何かな、着たい衣装か、なんだろうね、
AKB さんとかならもう数え切れないぐらいきっとある気がするいっぱい行きたい。ありがとうございます、ギフト。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。やばい、本当に煙の匂いがすんごいする。やだやだ、もうお腹いっぱいなんですけどお腹いっぱいなのにこんなさ煙の匂い嗅ぎたくないんだけどやだ、こんばんは。今日何食べた？今日は、今日めっちゃ飲み物多かったと思う。飲み物だけでめっちゃ飲んだ。飲み物4杯ぐらい飲みました。飲みすぎだよね。家でアイスカフェラテとあったかいミルクティー飲んで、外でもアイスカフェラテ飲んで、スタバも一回飲んだ。スタバはマジで行く気なかったんだけど、なんか周りのメンバーがスタバ行くとか言い出して、じゃあ行こうかなってなって、しかもなんかめっちゃあったかい飲み物買う気で行ったんだけど、いや踊ったらこれ熱くないと思って、結局冷たいの買いました。めっちゃ寒かった。飲み物かける4でしょ。で、あそうだ、1個リハ前に飲み物だけ飲んで家出てきちゃったから何も食べてなくて、その食事という食事してなかったんで、コンビニでサラダ買いました。それを食べた、サラダを食べましたね。はい、かな。で、夜はお肉です。以上、そんな感じです。こんばんは。氷食べましたか？もちろん。昨日あんまり食べてないせいか、その反動でめちゃめちゃ食べました。めちゃめちゃそのイライラが今日ぶつかっちゃいました。家でアイスカフェラテ飲むときに食べて、外でアイスカフェラテ買ったときに食べて、スタバ買ったときにも食べたから、食べ過ぎなぐらい食べた。寒いんだけどね、寒いし、なんか震えながら食べてる。でも美味しいからいいんだけど、その寒って思いながら食べてます。美味しいから。動くしかないよね。確かに。でもいいと思うよ、なんかやっぱ氷食べて寒くさせて、運動するために体温めるためにダンスの練習しようってなるなら一石二鳥じゃないですか一石二鳥やん。そう、練習する気は起きないけど、氷食べて寒くなって、よし動こう踊ろうってなるかもしんないからあんまなったことないけど、
もしかしたら今後発生するかもしれないからこれ。皆さん氷の食べ過ぎには注意してくださいね。いけませんよ、いっぱい食べたら。来週の握手会楽しみね。もう1週間後、早い、あっという間だ。ちなみにまだ制服買ってない。いつ買おうかな。もう目星はつけてんだけどね、まだ買ってないです。まあネットで買うんですぐ届くからいいんだけど、そろそろ今日の夜にでも注文しようかな。なんか自分が家にいるタイミングで届いてほしいんだけど、なかなかそれが難しいんだよね。そう、意外といなくて家に、それが困ってる。なんか日時指定とかしてもさ、なんかさ、めっちゃ 大まかじゃない。例えばなんか19時から21時みたいな、なんかえどこ、この2時、この何時、数時間の間にいつ来るみたいな。めっちゃ19時になってすぐ来る時もあればさ、めっちゃさ、えなんか全然遅くないみたいな時もあってさ、そうってなる、いつも。ありがとうございます、ギフト。今日届いた荷物開けなきゃなの思い出した。よかったよかった、ためになりましたね。よかったです。そうだから自分が本当に確実に言える、家にいる時間に、そういいんだけど、まあ買うか。こんばんは、ありがとうございます、ギフト、ありがとう。こんばんは。来週何着よう、何着よう、何でもいいよ。自分が一番イケてる服で着てね。もう僕イケてるわって思う服で着て。何でもいいです、もう。いやもうこの服着てる自分が一番もう漏れてるみたいな。もう一番この世でかっこいいし可愛いって思うぐらいの服で着てくださいね。でもあんまりなんかこの服が好きとかはあんまなくて、人の着る服は何でもいい派なんで。何でも大丈夫です、本当。好きなお洋服のタイプとか、なんか私が着る分にはもちろん好きなもの着たいけど、全然なんかあのなんて言うんですか、何でもいいです。着たいもの着てください。私はでも、セットアップはブラウン系、ブラウンじゃない、でもインナーがブラウンって感じなんですけど、なんだろう、でもブラウンっぽい感じです。秋だね、秋どころか冬だね。冬だね、絶対寒い気がする。来週もやばそう。こんばんは。絶対寒いよね、やだな寒いの。ありがとうギフト、ありがとうございます。ほんと寒くなりましたよね、一気に。びっくりだよ。めっちゃ寒いもん。マフラーデビューしましたか？しないですね、マフラーは。あんまり。髪の毛静電気起きるから、あんまり好きじゃない、マフラー。
だし荷物になるからなとか考えちゃって、そう巻くのめんどくさいと思ってあんまりね持っていかない。まあ持ってはいるけどね、マフラー。だし手袋とかもあんまりしないかな。カイロデビュー、あ、昨日カイロデビューしたよ。そう、昨日カイロデビューした。昨日、そう、外にいたんで、夜って言っても夕方か、夕方外にいたんで、ママにカイロ持って行きなさいって言われて、けど家のどこにカイロがあるか分かんなくて、結局コンビニで買ったそう、カイロ持って行きなねって言ってくれてありがたかったけど、カイロの居場所が分かんなくて結局コンビニで買いました。ありがとう、ギフトありがとうございます。カイロでも意外と便利ですよね。めっちゃあったかくない？手とかかじかんじゃうとさ、携帯とか触れないじゃんねそうだからカイロ便利だよね、そういう時に携帯触ることを第一に考えすぎてますね。月末だからインライン期待してるね。わあそうだね、そろそろだね。そうじゃん、もう23か、まだしないけど今日は。そっか、もうそんな時期か、早いな。こんばんは、ありがとうございます、ギフトありがとうございます。明日でもいいなと思ったけど、明日まつげパーマ行くんだった、無理だ、行けませんね、できないですね。うん、このままだとインライするためにメイクすることになってしまう。まあいっか、それはそれで。あーでも、いや27とかにできそうなんで27にするかな。こんばんは、こんばんは。ほんとなんかこの部屋が絶対に寒いんだよね。なんか別にさ、リビングとかあったかいもん、まあもちろん暖房ついてるからなんだと思うけど、いや暖房ついてなくてもありえんぐらい寒くて、この部屋意味わからない。ほんとに寒い、マジで。夏は暑いし、何なんですか何なんですか、ほんとにこの家の2階って尋常じゃないぐらい寒いし暑いんだけど、不思議。チームエスで女性限定公演とかだったっけ？あります。でもね、もうめっちゃ前じゃない？なんかめっちゃ前だったよね。何年前あれ、 3、
3年前とか、私の感覚的には3年前くらいなんだけど、多分まだ重ねた足跡公園時代だから、めっちゃ前だ。私めっちゃ髪短かった気がする、自分が。だから結構前な、前か。こんばんは。 S でも女性限定コインやりましょう。いいね、やりたいですね。なんかまた違った感じになりそうでいいよね。女性限定か、いつだったんだろう。でもなんかどの季節とか全然覚えてないな。いつだったんですかね。でもやったけどね、ほんと1回しか私はやったことない。てかそもそもそんなないか、女性限定公演って。ありがとうございます、ギフトありがとう、ありがとうございます。こんばんは。ありがとう、いっぱいハートが。ありがとう。こんばんは。今日めっちゃ寝たのに。めっちゃ寝たのに。ドラマ見終わったかな。あと1話です。やだ、終わっちゃうんですけど。もうどうなっちゃうのよっていう今終わり方しててさ、めっちゃ結末気になってる。切ないよねドラマって切ないよね。なんでこんな、みんないいじゃん幸せになればって思って見てるもんなんでこんな、この人はダメなのとかさ、そうって思いながら見てる本当は昨日見る気でいたんだけど、そう昨日の時点で2話、あと2話だったから、え2話ならいけんじゃんと思って、そう見ようと思ったんだけど、めっちゃ睡魔に勝てずに、いや無理だと思って寝た。そう最終回だけ長いパターンだったから、あこれ寝ちゃうわ途中でと思って、そうだから明日にしようと思って、だから今日見ます。
今日ショールームしたら寝ます。寝ますじゃない、見ますもう寝たいかもしれん、ダメだ、寝ますとか言っちゃった。もう本当は寝たいかもしれません。いや見たいです、今は、今は見たいです。早く早く見終わりたいです。もう結構でも見ましたよ、5個くらい、5個ぐらい見た、今月入って。いいペースじゃない？私今までドラマ見るのめんどくさがってたけど、このまだ1ヶ月経ってないけど、この月で結構見てるからいいね。元取ってる、元取ってるよね、いいことや。ありがとう、ギフトありがとうございます。私さ、その私の携帯のさ、ギガがさ、めっちゃ今月余りそうでさ、別に余ったところで別にいいんだけど、なんか減らしたいじゃん、極限まで。そうだからさ、頑張ってる今外でもドラマ見ようと頑張ってる。どういう頑張り方って感じだよね。そう、今月やばい、今月なんかずっと Wi-Fi つないでたらめっちゃ余ってる、下手くそ使い方が。せっかくなんかさ、そうめっちゃあるのに。そう、私のねやつ繰り越せないんですよ。繰り越せたら繰り越せたらいいんだけど、多分繰り越せたところですんごい散りつ、なんかめっちゃ積もっちゃう気がするそうめっちゃさ、どんどん一生もう使い切れないぐらいになりそうだからそれはそれであれなんだけど。ギガリーナちゃんにあげてくださいあげれるもんならあげたいけど、もう30ぐらいあげたいです今30ぐらいあげたい。もう30あげたとてまだ全然余ってるけど。ギガ減らすと足りなくなるの。いや、なんか月によるんですよね、その使う月と、多分この月は使わないだろうなっていうのがあるから。そう、どうせならさ、この 気にせずに使いたいじゃん。ちょっとなんかさ、遠慮はしたくないよね、そこそこで。極端なんだよね、なんか少なすぎるかちょっと多いかみたいな。リハ期間とかめっちゃ使う、めっちゃ使います。もう振り V 見まくるし、立ち椅子とかを見るからめっちゃ使うから、ちょっとヒヤヒヤする、あれ足りる今月みたいになります。でももう足りなくなることはないかな、最近ここ 数年は。嘘、そんな、なんかどうしようってなるのはないですかね。そう、リハ期間ね、めっちゃね、もう一生、そう一生 Wi-Fi 切って生活してるけど、めっちゃ使ってます。100だっけ、月111です。いろいろあって111になりました。そう、いろいろあって111に増えた。縁起良さそう、初めて言われた。 Wi-Fi っていうかギガの数で縁起良さそうとか言われたの確かにゾロ目だしね、111。そう、でもね、そうか、だから今頑張ってね使ってるんですよ。
でも意外と外にいると勝手に Wi-Fi とか繋がっちゃう時あるじゃん。そうだからさ、頻繁に消してる Wi-Fi を。スタバとか入るとさ、勝手にさスタバの Wi-Fi 繋がるんだよね。私がよくスタバ行くから行けないのか。こんばんは。コンビニとかもつながる。そうなんだ。コンビニでつながるんだ。あんまコンビニでつながるって聞いたことなかった。コンビニでもつながるんだね。知らなかった。それは。こんばんは。50分になったら終わろうかな。あとちょっとしたら終わりたいと思います。うわ、前髪切るか迷うな。なんか定期的に切ってる気がする。なんか何回かに1回くらい前髪切ろうって言ってるよね、ショールームで。でもショールームで自分の顔ばっかり見てると前髪とか急に不意に長いってなるからさ、切りたくなる。まだでもいいか。ありがとう、ギフトありがとうございます。何日ペースで切ってる。あんまでもね、なんか3日に1回とかなんかそういうのはないかな。ふと気になったら切るって感じ。そう、気になったら切るから、なんかあんまり決まってないけど。でも長いなって思うと切りたくなるから切るようにはしてるんだけど、今ちょっとまだ早い気がするから我慢します。ちょっと、もう50分だ。終わろうかな、そろそろ。ありがとう、ギフトも。そろそろ今日も終わりたいと思います。ありがとうございます。ありがとう。おやすみなさい。また明日。ありがとうございました。おやすみ。また明日ね。ありがとう。